どうもこんにちは、アニマルトレーナーの黒田と世界一かわいいお猿さんです。ちょっと待ってよ。じゃあ考えて喋ろ。どうもこんにちは、アニマルトレーナーの黒田とこちらもやちゃんでございます。はい、よろしくね。よろしくね。ちってもやちゃん、タプ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 、もやちゃんもやちゃん、わしわしわしめっちゃ固まってる。動こう。今日なんですけど、前にさ、もやちゃんと一緒にこうね、園内歩いて、お客さんに触ってもらうみたいな動画あったじゃないですか。はい。で、あれのコメントで、結構なんか、もやちゃんを近くで見たいみたいなね、コメントをいただいたりとかして、で、確かに考えてみたらですよ。ね、すげえ匂いかかる。考えてみたら、こう、劇場にね、遊びに来てくれる視聴者の方で、結構な割合で、もやちゃん見て、あ、毛生えてるんですねって言うんですよ。はい。いや、生えてるし。もう裸みたいな感じの色だからね。まあ、あれなんですけど、毛が生えてるんですねとかよく言われるんで、ちょっともやちゃんを近くで見てみようと。はい。近くでお見せしようと思います。おまか不思議なワンちゃんですから、本当に。本当大変ですよ、買うの。皆さん、シャーペイ買いたいなって思う方いらっしゃると思いますが、結構大変なんで、そこら辺も説明できたらなと思っております。で、まあこれからね、こういろいろアップでお見せするんですけど、これ綿棒です。めっちゃ匂い嗅いでるけど、綿棒です、これ。ごめんね、食い物じゃないの。で、毎日してるケア何ですかって聞かれたら、とりあえず耳掃除ですね。はい。耳掃除をしております。毎日。毎日です。で、まあいいや。ちょっとこれ、ちょっとまあ耳掃除今日まだしてなかったからしちゃおう。ほい。で、このね、耳の穴がね、めっちゃちっちゃいんですよ、もえちゃん。うん、ほんとに。えっちゅうぐらい。あんのみたいな感じ。え、うん。綺麗にしてから見せよ。耳かすもすごく溜まりやすいんだけど、穴がいかんせんちっちゃいので、そこまでね、まあベビー綿棒だったら入らんこともないんだけど、なんかちょっとね、痛そうな感じもあるんで、もういつもは、綿棒で周りを拭き取るぐらい。はい。じゃあお見せいたしましょう。もやちゃんの耳の穴。耳の穴。穴どれって感じでしょ。ねえ。じゃあここを掘り下げていくと穴に当たります。ここ。はい。相当狭いです。だからこうね、たまにこう呼んでもね、んみたいな時があったりするもんね、もやちゃん。もやちゃんね。ね。どんどん見ていきましょうね。で、顔ですよ、顔。はい。で、目。シャーペイの目。で、もやちゃんはね、目は手術してるんですよ。はい。っていうのは、まぶたがこう内側に、こう内反、内側に反り返ってて、で、まつげが眼球にね、こう瞬きするたびに触ってて、で、眼球に傷がついちゃったりとか、っていうことがもずわって。で、なんで、こう、まぶたをね、今こうくっきり二重になってるんですけど、ここちょっと切って、縫い合わせて、で、まぶたをちょっと上にこう上げるみたいな、いう手術をしてます。はい。なんで、こう、萌えちゃんはこう、プチ整形をしてるんですね。整形済みです、萌えちゃん。ね、昔はまた、なんで、まつげね、毎日、耳掃除と同じで毎日抜いてたんですけど、もう、その手術をしてからは、抜かなくなりましたね、毎日は。で、こっちの目ですよ、こっちの目。まあ、ご存知の方もいると思うんですけど、こっちの目が、眼球の表面に、癌ができたことがありまして、で、今ちょっとこうね、こっち。右に比べてちょっと白くなってるような、感じあると思うんですけど、これはよくね、動画で見てくださった方が白内障ですかとか言ってね、くれる方いるんですけど、これ白内障とかじゃなくて、がんを取った後、傷跡みたいな感じです。はい。ほんでシャーペイがさ、そういうまつげの、トラブル本当多いらしいんで、うん、ね、そこら辺のケアも大変だし、飼うの大変なワンちゃんなんじゃないかなと思います。うん。で、次はこう、まあ、口はこのベロンって説明になってねえし口ベロンって、で、あと口の中ですよね。口の中見れるかな、見えたんじゃない、これいいね、いいね、いい感じ。これベロがね、青いんですよ。青いんです、ね、ワンちゃん詳しい人とかが見ると、シアノーズですかみたいな、酸素足りてないんじゃないですかみたいな感じになるんですけど、シャーペイはこれが普通なんですよ。で、どんどん見ていきましょう。どんどん、あと体、ここさ、もう完全におばあちゃんだもんね、喉。これどうなの？シャッシャ、このおばあちゃん。で、ここもすげえ柔らかいんですよ、ここ。ここですよ、ここ。プルンプルンって。で、体でしょ？で、結構ね、だから細かい毛が生えてます、萌えちゃん。こんな感じで。うん。抜けて服に刺さってると結構痛いです。チクチクします。
はい、で結構抜けるんだよなこれがね。でどこもかしこもブヨブヨです。本当に本当にどこもかしこも伸びる。うん、でここちょっと赤いでしょ今。赤いでしょ。もやちゃんっていうかシャーペーなんですけど皮膚トラブルめっちゃ多いっす。うん、体が痒いっていう。はい、でよくムチン沈着症とか言うんですけど、シャーペイムチン症、うん、ちゃんと調べてテロップ出しとくわ、っていうのがあって、でこうダルダルしてるのはヒアルロン酸がね、結構入ってるらしいんですけど、でムチンっていう物質成分がその入ってて一緒に、でそれがただこう多くなってきちゃうと皮膚の表面に、なんか水泡みたいな感じで皮膚に出ちゃって、それが痒い、でそこをかくみたいな感じで、うん、でねちょっとこう何寝相が悪くて同じ寝相でずっと寝ちゃったりとかしてもすげえ赤くなってそこ痒くなったりとかするの本当に大変なの皮膚のケアが。なんでちょっとここ赤いのは、痒くて書いちゃったんですよこれ自分で。うん、でこれでちょっと、まあ、よくあります本当によくあります。やめてください、やめてください書くのやめてくださいでもいっちゃう、はい、でそのムチン沈着症っていうのが本当にシャーペーは多いっていうのを聞いてたんで、ムチンのを抑えるためにちょっとステロイド系のお薬を、ちょっとずつ、1日おきで飲んでます。はい、なので昔に比べて痩せましたねっていうコメント結構来るんですよ。はい、っていうのはそのステロイド系のお薬を飲んでムチンの増殖を抑えているのでちょっとこう何ブヨブヨがちょっと減ってるんですよ前に比べて。はい、でなんで顔がシャープになってるっていう。昔の動画とか結構見ると分かりやすいんですけど、昔に比べてこうマイちゃんシュッとしてます本当に。はい、まあ、痩せたっていうのもあるんですけどね。うん、はい、であとは体きまして、でこの手ですよね、このシワですよ、このシワ手の先までシワシワですから。うん、爪ちょっと長いかな爪切ろっかまいちゃん。じゃあ爪切っていきます。はい、もやちゃんはね爪切りで暴れたりとか一切ないです本当に。なんはい、こんな子なんでこんな子なんで前にちょっと動画にしたことあるのでそれはね。はい、切っていきましょう。はい、切りました、切りました。でこの爪ね、爪は視聴者プレゼントです。はい、で爪切った後は絶対にヤスリがけします。これ電動のヤスリ買ったんですよ。うん、めっちゃ便利これ。はい、で前もさっきも言ったけどさ、よく体をかいちゃったりとかするので、こう切りっぱなしだと余計に皮膚にね傷がいっちゃうんですよ。で絶対にヤスリがけします。はい、終わりました、終わりました。はい全然動かねえのおいこにしてもいっちゃう、ね、でこれ今足見てましたね、足。はい、で本当にでこれ足ね、これ足ですよ、これ足ですよね。こうだからこういうところちょっとだからムチンの沈着がちょっと見られるのかなっていうところですよね。でこれね、一回言われて将棋だったのが、ママ足溶けてるって言った人が言った子がいましたね、まあ、分からんでもないなこれ、うん、ルーツソックスみたいとかねよく言われますよ。であとはなんかな、うん、シャンプーはね、まあ本当は2週間に1回ぐらいやりたいですね。うん、まあなんかなんやかんやで3週間に1回とかで1ヶ月はことはないかなっていう感じでシャンプーはしてます。うん、皮膚が弱いからで尻尾が可愛いっすよ、まいちゃんは。あとね、尻尾ちょっとアップにしよう、尻尾をアップにしよう。クロワッサンですでこうね、先っぽがクリンってなってるんですよ、まいちゃんは。ヌーボーはねまっすぐなんですけど、まいちゃん尻尾クリンってなってます。はい、で足の話でするの忘れたけど、ヌーボーくんはね足の先はシュッとしてるんですよ、タルタルじゃなくて。でシャーペイでも個体差あります、そこは。はい、っていう感じかな。はい、シャーペイ大解剖の巻でございましたはい、だからまあ買いやすいか買いにくいかで言ったら買いにくい部類に入るんだろうね、シャーペイってね。やっぱ雑種のワンちゃんとか体強いしさ、そこら辺はやっぱりこうケアが必要だし、大変だと思いますね。ただ可愛いっすよ、ただこの前めっちゃ可愛いんでシャーペイってこのおとぼけな感じがね魅力なんで、はい、ぜひシャーペー、あと高いシャーペー聞いた話だと80万でみたいな話も聞いたことあるんで、売ってたみたいな。
はい、高いっていうのがありますね。だから、だからやっぱこう買いにくいっちゃ買いにくいワンちゃんだと思いますんで、はい、あのそこら辺買いたいなと思う方は覚悟して買ってみてはいかがでしょうかという感じでございます。じゃあ伏せてるとバイバイできないからさ、ちょっとバイバイして。よいしょ、はい、はい、座って。座って、ゴロンじゃねえ、ゴロンじゃないよ。なんでやねん、ゴロンじゃねえし、座んの。あ、起きて起きて。はい、じゃあ最後挨拶しておりましょう。はい、じゃあバイバイ。はーい、なんかゴロンじゃねえ、ゴロンじゃねえのよ。ゴロンじゃねえ。なんで座っちゃうの、ゴロンじゃねえのよ。もういいや、バイバイ。